平野紫耀神宮寺歌の面から引き継ぎもぶつぎぶつぎ。ジャニーズ2号店か戸部にファン複雑。元キングプリンスへの平野紫耀と神宮寺ゆが7日、滝沢秀明氏の新事務所、戸部への合流を発表し、ファンが沸き立っている。その一方、戸部がジャニーズの2号店、貸しつつあることや、 トベから再出発を図る平野と神宮寺が、長瀬角と高橋山の二人体制になった新生キングプリンスをと競合関係になってしまうのではといった懸念の声も出ており、複雑な思いを抱くファンは少なくないようだ。平野と神宮寺は、7日の生配信でトベとの合流を発表。その後、二人はそれぞれ個人のインスタグラムを開設したが、 平野は10日正午時点でフォロワー数が271番人、神宮寺は176番人と爆発的な数字を叩き出している。キングプリンスへの公式アカウントのフォロワー数は234番人だが、平野は解説数日でそれを超えてしまった。さらに平野と神宮寺のフォロワー数を合わせると、計447番人で、ほぼダブルスコア状態だ。 改めて平野安神宮寺の人気ぶりを実感させられるが、キングプリンスへのファンにとっては複雑な部分もある。キングプリンスは5月22日をもって平野、神宮寺、岸優太の3人が脱退し、長瀬高橋の2人体制で再スタートを切ったばかりばっかり。2人体制になってから初のシングル、何者はオリコン調べで発売2日にしてハーフミリオンを突破し、 今月2日には東京有明ア,アリーナでグループ初のファンミーティングを開催して大盛況となっていた。だが従前なのか意図的なのかは不明だが新生キングプリンスへの活動と渡米の発表が重なることになり滝沢氏がついジャニーズ戦略としてぶつけてきたのではとの憶測も出ることにファンミーティングが開催された7月2日には トベの第一弾生配信が行われ、元 V6 の三宅県の所属が発表された。そして平野安神宮寺の所属が発表された7月7日は、ファンの間で金プリの日という認識もある日だった。 これは、2021年にキングプリンスが表紙を飾った女性ファッション誌、のんの2021年7月号集営者でデビュー3周年トークが行われた際に、キングプリンス例を作るとしたら、というテーマに対して、岸谷長瀬が、7月7日を挙げたことがあったためだ。生配信では、平野と神宮寺がキングプリンス時代のメンバーカラーである、シンク。 とターコイズブルーの花束で祝福される場面があったことも物議を醸した。シンクとターコイズブルーの花束はずるい面から引き継ぐの嬉しいといった声があった一方で面からは平野と神宮寺のものじゃなくて金プリのものシンクとターコイズは使わないでといった批判の声も少なくなかったのだ。 あくまで三宅が二人に手渡した花束がジャニーズ時代のメンバーカラーを踏襲したというだけで、戸部所属後もこのメンバーカラーを引き継ぐのかは現時点では不明だが、花束贈呈の場面での面から引き継ぎは議論の敵となっているようだ。平野と神宮寺の戸部所属により、9月30日をもって退場予定となる騎士の合流も濃厚と見られており、もしこの三人が揃えば、 キングプリンスが分裂したという印象がより鮮明化してしまいそうだが、気をもんでいるのはキングプリンスへのファンだけではない。平野や神宮寺の飛べ合流が成功例となれば、滝沢氏が育てたスノーマンやシクストーンズコープも、脱退退場して飛べに合流するという道を選ぶメンバーが出てくるかもしれない。 スノーマンやシクストーンに対して今のメンバーでずっと活動してほしいと願っているファンにとって、トベのジャニーズに号天化は複雑だ。トベは14日にも生配信を予定しており、三宅が7日の配信で14日のこの時間には僕たちと新たな仲間たちで配信をする予定です。と告知したことから、 次は5月にメンバー7人全員で退場したジャニーズ JR 内ユニット、インパクトオーズの元メンバーたちの合流が発表されるのではと推測されている。8月末をもって退場するキスマイフと2の北山博光の飛べ合流も噂されており、元ジャニーズ JR たちが飛べのオーディションを受けているという話もあり、 トベの所属タレントスタッフが大半が元ジャニーズとなる可能性も少なくない。一足先にトベに合流した三宅が NHK ニュースおはよう日本に出演したり、平野安神宮寺の合流の話題が民放各局の情報番組で盛んに取り上げられたりと、トベの所属タレントはジャニーズへの忖度なしでテレビなどの大手メディアで活動できそうな気配となっている。そうなると、 平野安神宮寺の活動のフィールドはキングプリンスをはじめとしたジャニーズ生と重なる可能性もあり、キンプリと競合関係になってしまうのでは、と危惧する声が出てしまうのも仕方ないことだろう。いずれにしても、ここぞというタイミングで一気火星に仕掛けてきた滝沢氏の手腕はさすがの人間。ジャニーズが創業者の性加害問題でガタガタになっていることもあり、 トベは男性アイドル業界に大変革をもたらすのかもしれない。大変。